台安軍長台安軍は、大韓民国中西南道の軍である。朝鮮半島から西に突き出した台安半島に位置し、北、西、南の三方を航海に、東を、日潟の広がる浅水湾に囲まれている。澄んだ海、渡り鳥の飛来する日潟、30カ所以上の砂浜、松林など海岸地帯特有の植物省に恵まれた地域であり。 中でも長さ3キロメートルの白いビーチが伸びるバンリューラは韓国有数の海水浴場として知られている。主な産業は農業、漁業、観光業。一帯のリアス式海岸は1978年に台湾海岸国立公園に指定されている。海岸国立公園は陸地面積3 2 6 5 7トルのほか沖合の海域。 130の離島を含み250種の植物や多くの海鳥が生息している26面からなる。群長所在地は台安遊総人口は63,764人。中世南道の西端の台安半島に位置する。東は中世北道随山市と接し、残る三方は航海である。 大田港域市の西北 181km、首都ソウルの西南 174km の距離にあり、両都市からは車で1時間半ほど入り組んだ海岸線の総延長は 530.8km に及び大小130の島が点在する。中でも半島の南端にある安民島は面積118平方キロメートルと韓国でも6位の大きな島である。 島には松を中心とする安民島自然休養林がある。安民島の松は湿度の高い気候と石の少ない土壌のため、コブのないまっすぐな木材になるとして珍重されてきた。ビーチでの海水浴のほか、島の多い海に沈む太陽の美しさ、海の幸なども観光の目玉になっている。 タイ半島内陸は松林があるほかほかの上まで農地として開墾され、沿岸には干潟を干拓した農地が広がる。また海岸部ではカキやアワビなどの養殖漁業も盛ん。クダラの時代、タイ半島周辺は、正代経験と呼ばれた。統一白木の慶徳王の時代には、蘇安市県となり、高来の中列王の時代には、大安ン県となった。細長いタイ半島を開作して、 租税用の穀物を運ぶための運河を作る試みも行われた。浅水湾と半島北側のカロリン湾を南北に結ぶ掘り、裏運河は12世紀から17世紀までかかった工事の末に貫通を断念したが、対岸半島の先端を東西に横断する運河は朝鮮王朝時代の17世紀に完成し、半島の南端は安民島として本土から切り離された。 1895年に県は軍に変更し、台湾軍が置かれたが、1914年に東隣の随山軍に合併された。1978年に台湾海岸国立公園が誕生した。1989年1月1日、随山軍の台湾遊、安民遊、湖南面、南面、近京面、諸縁面、沿北面、離縁面をもって、 タイアン軍が再設置された。同時にアン流の竹島里が工場軍西部面に編入。バン浦ュラの砂浜に押し寄せた原油を除去する人々2007年12月10日、撮影2007年12月7日、香港戦績のタンカー、平米スピリットとサムスン重工業のクレーンを運搬中の橋家が衝突して、エクソンバルディーズ号原油流出事故の3分の1に、 およぶ1万トンの原油が流出する事故が起き、漁業に大きな打撃を与えている。ありがとうございます。